マイクを持った棚橋宏。そうでしょう。さあみんなが待っています。すごい、お客さん誰も帰らないんだもん。皆さんすげえ、今日は最後の応援ありがとうございました。もう棚橋チャンプ。まだ A ブロックを突破しただけです。すげえ、かっけえ。だから一言だけ、だから一言あれ、今度はちょっとはっきりと感じてしまいましたかね。はい、さあ、あれだけの試合をしたんですよ。本当ですよね。いいでしょうがないですよ。これも棚橋の愛されポイントですよ。そうですよ、あれだけの人を入れればいいんだから、もうだから一言だけ、チョクラ優勝してきます。かっけー。ここはしっかり決めてきたエース棚橋ひろしです。いやみんな、今日は最後まで応援ありがとうございました。すいません。見事、本日受けて進出を決めました。まず今の率直な気持ちを聞かせてください。G1 17回目の出場だけど、今までの中で充実感が一番です。岡田選手とはこの G1 では3回目の引き分けという結果になりましたが、はい、改めてどんな相手だというふうに感じましたか。エリー A ブロックトップで来てたから、一番条件的には有利だったから、これで5月のドンタクと変わってないようだったら、何のためにして、何のために でも今日は、今日というか今シリーズは
心と体と技が揃いました。その中で今日の試合は岡田選手の得意とするズームスパンファイルドライバーであったりスタイルズクラッシュなど普段田中選手があまり見せないような技もありましたが、そのあたりについていかがでしょうか。はあ、とにかく必死でした。まあ、先ほど充実感が今までで一番あるとおっしゃっていましたが、そう感じる理由っていうのはここまでまず9試合戦ってきてどんなところにあるんでしょうか。はあ、怪我で苦しんで年に何回も欠場して、棚橋も無理しなくていいよって言われて、気持ちばかり焦って、でもそんな体でも俺のために一生懸命ノーコートしてくれて、だから一回この体を受け入れて、できる技でできる戦略で今の棚橋博史で戦えばいいんだと。だから焦りもないし、使える技は限られるかもしれないけど、はあ、自分の思い描く戦いができてる、そういう意味での充実感です。試合中はもちろん、そして優勝決定戦決めた後もファンの方の声援というのは大きく聞こえたと思うんですが、はい、日本武道館でシングルマッチ初めてなんですよ。どうなるかなと思う。勝てなかったけど、日本武道館がとても好きになりました。トライアングルスコーピオを仕掛けようとしたら自分の膝を痛めました。笑うとこです。明後日はどんな戦いを見せてくれますか。はあ、プロレスたくさんのファンの方が来てくれて盛り上がってきてすごく嬉しいけど、ちょっと棚橋ご苦労さんっていう空気やめてくれるかな。俺の夢はまだ続いてるから。